こんにちは、菅野です、今日はですね、オリジナルタオルのですね、デザインについて、どんなデザインが一番ね、うまく、作れるか、どんなデザインにしたらうまく表現できるかということを説明したいと思います。でですね、ご存知のようにタオルっていうのは綿製品なんですね。綿製品になります。で、ほとんどがシャーリングのタオルの上にプリントをするっていう形を取るんですけども、このプリントも、おすすめさせていただいてましたように染料プリントと顔料プリントがあるんですね。で、基本的に、染料にしても顔料にしてもどういうことも、紙の上にプリントするわけじゃないんですよ。実はっていうかね、タオルですから。で、こういうふうに綿のね、タオルの上にプリントするんで、どうしてもインクがにじむっていうのがやっぱり最大の弱点ですね。ですから紙の上にプリントするんじゃないんで、綺麗にはなかなか紙の上にしたようにはいかないっていう弱点があります。でも、その中でどのようにしたら一番ね、効率よくうまく綺麗なプリントができるかということなんですけども、よくね、お客さんに言われるのが黒いタオルに白いプリントしてほしいとかね、黒いタオルに赤いプリントをしてほしいとかいうのよく言われます。でもね、基本、ご覧のようにですね、タオルっていうのは全部白なんですよ。もともとは裏も表も白のタオルなんですね。このように白になります。ですから、黒いタオルに白のプリントっていうのは、黒いタオルっていうのはないんですよね。黒いタオルに染めた上に白のプリントをする。ただ白のプリントをするにあたって、やっぱりインクっていうのはやっぱ柔らかいですからね、染み込むんですね。水性だったりすると染み込むと、黒の中に染み込ますとスーッと色が入っていってしまうんでグレーになる。それがやっぱり嫌なんで、白にしたいということであれば、ガチガチのペンキみたいなものを塗る形なのね。となると、やっぱ製品として非常にやっぱ問題があるということで、我々はね、できるだけそういうのは避けるようにっていうふうにお客さんにご説明差し上げます。で、もう一つがですね、綺麗なプリントをするにはどういったのがいいかというと、やっぱりね、はっきり言って、このコントラストのはっきりしたのが綺麗です。コントラストのはっきりした、例えばこれは黒に白、一番定番ですね。これもやっぱりコントラストがはっきり一番のデザインなんですけども、これとか黒にピンクであるとかね、黒に黄色、もうこういったものっていうのはやっぱ一番綺麗に上がりますね。ですから、そういったコントラストをまず綺麗に、上げてやるっていうのがやっぱ一番大事になってきますね。それともう一つが、細いデザインは避けるっていうことですね。細い線のデザインを避ける。顔料の場合はですね、結構出るんですよ、細かいのがね。ただやっぱり染料の場合っていうのが、これが染料なんですけども、どうしてもね、ぼやっとした感じ、メリハリがつかないですね。これはどうしてかというと、染料を生地に染み込ませるためですね。染み込ませて表現する。で、後でも洗いをかけることによって、色も落ちもしなくて、非常に手触りもいいデザインになったりする。デザインじゃなくて、非常に手触りのいい製品になるってことですね。ですから、綺麗に上がるんですけども、どうしてもやっぱりその、デザインっていうの、細い線っていうのは非常に嫌うっていうところがありますね。だからその辺っていうのは、何ミリにしてほしいって言われてもやっぱ困るんですよね。色によって刺さりが悪かったり良かったり、ぶつかる色によってより、刺さっていったりとか、いや、あんまり刺さらないんですよっていうこともあります。刺さるっていうのは色がにじむということです。ですからそういうこともあるんで、その辺のことはね、やっぱりデザインを見せていただいてご相談していただきたいんですね。我々例えば2色の場合はいくらです、3色の場合はこうなりますよっていう、全部その辺のデータを持ってますので、値段のこともそうですし、色のにじみのこともそう、デザインのこともそうですけども、その辺をね、本当ご相談していただくのは全然構わないんで、ね、いいものを仕上げるっていう目標がありますので、全然関係ないんで、どんどん聞いてください。で、相談していただいて、その上でいいものを作っていくっていう、そういった過程を踏んでいきますので、フリーダイヤル、ここに出てます、このフリーダイヤルに入れていただいて、電話していただいてすぐ聞いてください。それでは、これで、うまいデザインで、どういったデザインでやったらいいかっていうのを説明します。